ないっていう人結構おるけさ、よその地方の人は。わしは大好きじゃけどさ、硬いうどんが。じゃけんな。ドキドキするわ、ちょっと。ちょっとしゅうちゃん、ちょっと書くけ、ここ、書いとく、しゅう。つけて、味相手っ噌。て赤味噌じゃないの？うん、赤味噌よ。うん。じゃけ、その、つけて味噌とか、その赤味噌を、味噌煮込みうどんもそうよ。そういう感じよ。で、つけて味噌は甘めで美味しい。何でも、お豆腐とかお肉もハンバーグも、もう何でも。まあ、おでんはもちろん。何でもつけれるよ。うん、いやー、楽しみや。いや、アマゾンじゃけちょっと高かったろうに。いや、しゅうちゃん、よう買ってくれたわ。わしは嬉しいわ。メモったけね、しゅうつけて味噌って青メモに書いたけね。うん。もう書いたからには。うん。はい、楽しみにしてます。うん。わしも楽しみ。つけて味噌好きです。あら。とんかつにつけてまかす。のんさん知っとったんね。こっちの地方じゃないけど。美味しいでしょう。そう、とんかつとか。まさに味噌カツよ。味噌カツ好きな人ならもう、これはたまらんわいっていう感じ。あー。3本で1200円でした。もしかして3本買ったん？いやー、これ気に入らんかったら大変やねん。いやー、もう祈るしかない。3本って言ったら相当消費に時間かかるよ。うん。近くのちょっスーとパー誰にか売っチャッてまトなんす。か言った？何も言ってないね。近く、あ、そうなん。売っとるん。つけて味噌のネーミングちょっと腹が立ちなます。んで腹が立つのよ、クリュウさん。うん。1本980円だったいもん。や、笑それは、1本980円は、もう、とんでもなく高すぎる。それはやめて買わんで、そんな値段せんけ。1本、3本で1200円だったら、1本400円だったら、まあまあ、まだ、許される値段よ。で、何クールさ、つけて味噌のネーミング？そう？うん。そうかしら。うん。